ロチャを思い出したい。今日ご紹介するのは2013年ガンバ大阪に所属していたロチャ選手でございます。どれぐらいの人がロチャ覚えてるか、まあガンバ大阪のサポーターの皆さんならもちろんなんですけれども、結構この選手、俺の中でインパクトが強かったけど J リーグにそんなにいなかったんで、はい、知らない人も多いかと思います。2013年ガンバ大阪は J2 に降格したんですね。でシーズン前半は、レアンドロ・モンテーラ、まあ神戸でその後 J1 得点王になったりとか、で有名な選手ですけれども、が得点をまあ得点源として活躍しておりました。まあ、しかし夏にちょっと移籍して、その代わりとなってきたのがこのロチャ選手でございます。はい。ロチャ選手加入して、1試合目サブ入ったのは、まあ、神戸戦ですね。これは出てないんですけども、2試合目ですね、ベンチに入ったヴェルディ戦。ここで、いきなりゴールを決めちゃいます。初出場、初ゴール。そして続く岡山戦で2点も決めちゃう。次の福岡戦も点決めちゃう。次の札幌戦も点決めちゃう。次の鳥取戦においては2点も決めちゃうっていう感じで、もうデビューからもうね、選別で、もう5試合連続ゴール取っちゃったんですね。5試合で1点、2点、1点、1点、2点だから、5、7点。すごいね。5試合で7点取ったんです、ローチャー選手。で、宇佐美、高橋もね、海外から戻ってきて、もうこの前線の攻撃陣でパウリーニョなんかもいたりまして、ちょっと J2 でそりゃないぜっていう感じでした。まあ、そっから、ちょっとスローペースというか、なってしまって、まあ最終的にですけれども、13試合出場、先発は9試合、で、まあ、ゴール数が9っていうことで、まあ先発で出たら1点は取るっていうような、まあ、計算にはなりますね。それぐらい大活躍した。まあね、ちょっと最後の方は尻すぼみになっちゃったんですけれども、驚異的な得点感覚といいますか。はい、っていう選手でございます。特徴としては、結構、まあ、見た目の通りフィジカル系のイメージが強いです。重戦車のような、選手ですね。で、ゴール前で、ほんと、転がってくるところに、ボールが転がってくるところにちゃんと構えてるポジショニングの良さもあったりして。あと、ヘディングが何より強いなっていうイメージですね。打点の高いヘディング。それがロチャ選手の強みだったなと思います。まあ、正直もう10年も前のことなんであんま覚えてないんですけれども。非常に怖かったなと思います。ただ、ロチャ選手 J2 からね、J1 に昇格したタイミングで、ね、契約満了となってしまって、その後 J1 で戦う姿は見れなかった。残念でした。まあ、その後パトリックが入ったんでね、ガンバ大阪はね、まあ J1 優勝っていう形になったんですけれども。もし、もう一年ロチャがいたらどうなってたのかな。まあ、または別のね、J クラブに移籍してたらどうなってたかなっていう、そういった未来も見たかった選手の一人ですね。はい。まあ、ざっくりでございますけれども、久々にロチャを思い出しました。